松本さん久しぶりじゃないですか、淳さんと一緒に出るっていうの、はい、そうね、淳さんはだから代わりにだから2週に1回松本さん出演されてますから、はい、代わりの時にもう全責任背負っていただいていつも、うん、今日ね、今日そうですね、今日もいろいろあるな、はいね、今日の話題もそうですけど、そうですね、僕の気持ちとしてもこれ出るようになって僕自分のことツイッターでこう調べるのやめたの、え、エゴサーチやめたの、そうね、はい、そして松岡さんご無沙汰しております、よろしくお願いします、地元大阪のライブで声出し解禁ということでですね、ライブしておりますけれども、マスクの方も、はい、しながらでも声出して OK ってことなんですか、どうなんですか、しながらあの声は OK、 うわすごい、あなんかもう涙が止まりません、なんかこう、そっか、こういう光景初めて見たかも、はい、いろんなアーティストの方がねこういう風にして声出しでお客さんもやっぱり嬉しいでしょうしね、お客さんの声と僕らの声でこう成り立ってるやっぱ作品だったりライブだったりするので、それが3年以上やっぱり欠けてたので戻ってきた感動はもうやばかったです、いやこれだからお笑いももうマスクなしでね、あのお客さんがっていう時が来るんですけど、そうなった時に受けなかった時に逃げ道ないよね逃げ道とかそんな滑った芸人がえあれまだマスクしてるんですか、してないなみたいな声出し OK なんですよっていうことはあるかもわかんないですけど、さあそしてですね久しぶり、漫画家の柴田亜美さんよろしくお願いします、あちょっと余計なあれなんですけど、はい、本番前に今日差し入れって言ってこんなあのお豆、はい、あの節分ということで、はい、今までもらった差し入れで一番しょうもなかった、ひどいよね、皆さん順番に楽屋回らないってこと、いただきましたけど嬉しかった、嬉しかった、 お味がすごく良かったですよお豆の中でも一番美味しいお豆だ食べたいな、はい、食べました、手でスッと避けました、いやスッと避けなくていいですよご自身のカバンのところにグッと入れてください、食べてください、美味しいですから、そんなに傷つくとは僕も思ってる以上にびっくりされてましたそんなこと言われたことないでしょもうワイドでしょ、もう差し入れダメだわ、ダメだわ、食べました、食べました、ありがとうございます、この番組は普段スクープされる側の芸能人が個人の見解を話に集まるワイドショー番組です、さあここでですねちょっとフジテレビからお知らせでございます、ザ・セカンド漫才トーナメントという、いう番組というかイベントがですね、はい、行われて、いきます、うん、結成16年以上の漫才師たちが、うん、主力のネタでしのぎを削るお笑い賞レース、出場される方どれぐらいいるのかなと思ったら結果、実力はベテラン漫才師130組以上が参戦、コント日本一決定戦キングオブコントの王者ジャルジャルカモメンタルも出場、去年の M1 ラストイヤー組金属バットモンスターエンジンランジャタイも出場、うん、これさもう こうなってくると1回で済ますのはちょっともったいなくない、うん、2ヶ月とか3ヶ月に1回ぐらいやって2組ずつ選んでいって、あなるほど、最終なんか年一で決めるぐらいのそれぐらいもう贅沢なメンバーですよね、いや、俺がこんなこと言うていいか分からんけど戦略的にはもう M1 をちょっともう16年まで我慢してで逆に出ずにこれに向けてくるっていうやり方も勝負は中堅だってことで、そうそうそう、いや絶対俺が言うべきことではないんですよないですけど、うん、淳さん、こういうふうにして、まあ、セカンドチャンスをということでございますけれども、まあ、視聴者として単純に楽しみだなと思いますし、でも論文も出てもそうなんですよ、だけど亮さんと最近ちょっとしっかりと話したんですよ、未来について今後はプレッシャーのかかる仕事一切したくないって言われてものすごいプレッシャーかかりますよね、後ろに向かって猛ダッシュしてるドキも抜かされましたね、この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします、ようやく TKO として不祥事コンビでございますが、飲食店で撮影された迷惑行為が SNS で拡散され大きな問題となっています、最初に波紋を広げたのが回転寿司チェーンはま寿司で撮影された動画、男がレーンを流れる寿司にわさびを乗せたり、流れてきた寿司を箸でつかみそのまま口の中入れる迷惑行為が SNS に投稿され瞬く間に炎上、
回転寿司での迷惑動画はこれだけに収まらず、スシローでも。少年が醤油ボトルの口を舐め元の場所に戻す行為や、舐めた指を流れるネタになすりつけるなどの迷惑行為。回転寿司店での迷惑動画に SNS 上では、当分回転寿司店には行きたくなくなった、気持ちが悪いし不愉快など怒りの声が。スシローは少年と保護者から直接謝罪を受けたものの、先月31日警察に被害届を提出し、刑事民事の両面から厳正に対処すると発表。またはま寿司も投稿者からの謝罪の申し入れを拒否し、警察に被害届を提出。客足の減少につながりかねず厳しい対応となっています。さあ連日このニュースやっていますけれども、柴田さん、はい、だから性善説なんですよね、そもそも回転寿司って。そういう悪い人いないと思ってるから、うん、そうなんですよね、うん、で今ほら高校生の子とかがもうやっちゃってるじゃないですか、うん、こういうのももしかしたらあの小さい頃に親御さんががっつりしつけとけば防げるのが何件かあったんじゃないかなと思ったのが、うん、実際にちょっとデパ地下で見た光景なんですけど、うん、デパ地下のあのお惣菜のショーケースのガラスのところをずっとなんかね、小学校1年生か幼稚園の上の方ぐらいの男の子がベロ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 舐めて歩いてたんですよ。私があのあのお母さんも気づいてないのかなと思って、お子さん今ねこうやって舐めてますよって言ったら、あらほら見られちゃってるでしょ、みんなに見られて笑われちゃってるでしょみたいな、やってることが悪いじゃなくて、他人様に見られたら笑われちゃってるでしょってなってたら、じゃあ見つからなければいいのかっていう風になっちゃうじゃないですか、子供としては。やってることが悪いんだからっていうのをまず言わなきゃいけないなと思って、もうこれはいけないことだと分かったら、あの行為まで至らない子も何人かはね、松岡さん、仲間内で軽い気持ちでやったんでしょうけど、絶対ダメだと思います。いや、あのいたずらっていうレベルじゃないですよね、はい、これもし例えばあの口に入れてはいけないものを、うん、例えばかけてたりとか、うん、例えばじゃあアレルギーがある人がたまたまそれをアレルギー物質が入ったものを食べたりとかして、うん、例えば命に関わる問題になりかねないし、うん、なのでこれはもう厳正にちゃんとやっぱり罰則を強化して、うんうん、こういうことをやってはいけないんだっていうことをもう一回やっぱりちゃんと言わないと、うん、こんなバズりたいでやってたらもうふざけんなですよね。そうですよね、はい、損害賠償請求額も、まあ、見方によっては数十億から100億規模との見方があるんですけれども、うん、いやだからその、うん、そういうこともおそらく分かっていなくて軽い気持ちでやってた。淳さんいかがですか。これなんか今の時代の人だけがやってるわけじゃないと僕は思ってて、昔から多分いたと思うんですよね、うん、でそれがみんながスマホを持つ時代になって可視化されて、まあ、TikTok とかなんとかに流れてきて僕たちが知ることになって、まあ、今のビジネスモデルが崩壊する危機になってると思うんですけど、今のその教育も絶対大切だと思うんですけど、うん、もう過去からずっとこういうことをする人は一定数いるっていう。なるほど。あの爪楊枝をガチャガチャやって、うん、爪楊枝戻すとか、箸ベロベロ舐めて、ね、はい、確かに周りにも、うん、でそれを僕たち今まで知らなかったから普通に使えてたんですけど、うん、もう知っちゃったから、うん、だからこのビジネスモデルがもう本当に何か変えない限りは無理だなと思うんですよ、うん、もうだってこれ連日これ流れるとやっぱり家族でじゃあ本当は行こうと思ったけどちょっと行くやめようかなっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、そうなんですよ。で今までねコストを下げるためにいろいろとその会社の方々苦労してきたのに、またそこにコストをかけなきゃいけないっていうのがもう心苦しくて仕方ない。アクリル板設置したらどうとかいろいろねやってるんです。お金かかりますし、松本さんいかがですか、こういうニュース。あいつそうですね、いやだから淳の言う通りだと思うし、うん、まあいたずらがもう何だろうか SNS に追いついてないというか動画撮った時点でもういたずらで済まないっていうことをどう教えてあげたらいいのかなとは思いまして、でまたバカだなと思うのは、醤油ペロペロしてるやつ、お前のその醤油も誰かがペロペロしてたかもしれんぞということも考えろよ。なるほどなるほど。これが蔓延していく。蔓延してるとするならばっていうことです。するならばですよ。だからこれが面白いことではないということをどうやって理解させてあげればいいのか、これ分からないんですよね。
だから笑いはよく好みだって言いますけど、うん、僕もまあ審査員させてもらったりいろいろしますけど、うん、それって高いレベルまで行った人たちの中での、うん、もうそこはこ先は好みだろうってなるんやけど、はい、多分この下まで行くとまたそこの下の下の好みがあるんでしょうね、笑いの好みが、うんうん、でこういう人たちがやっぱ一定数いるっていう、うん、だから差し入れがしょうもなかったっていうの面白いと思う僕と傷つく方がいるっていうそれはでも比較的分かりやすいですよね、傷つきますよね、普通です、普通です、だからこれも一つ僕勉強になりましたし、だからなんかこうもう文明人じゃないですよね、やってることが、うん、でこう文明人でないから、これどういう罪がいいんだろうかって、これ犬塚弁護士、はい、まあ、刑事的にいくと、まあ、器物損壊といって、まあ、物の効用を失わせたという問題とか、うん、それから、まあ、業務を妨害したという形なんですけど、うん、まあ、罪としてはそれほど重くないんですよね、うん、で損害といっても非常に大きな金額がありますけど、実はあの実際的にこのような企業は挽回しようと頑張りますので、自害に戻してきて損害額というのは、まあ、思ったほど大きなにはならない、ただこの両あの親子で負担できるような金額では多分ないだろうというふうに思います、うん、いやだからもう本当回転寿司屋さんかわいそうやから、はいはい、もう本当皆さんど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 ん回転寿司屋さんにね行くよ、どこにと限って言ってんじゃないですよそうですよ、しがらみありそうですけど、何もあれもなくなくて全ての回転寿司屋さんですよね、どこだけ行けって言ってるんだよ全ての回転寿司に行ってほしいと、そう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 、もう本当に行ってあげてほしいな、これ、T 上海さん、はい、こういうその言ったら回転寿司のこういういたずらの動画とかは流れてくるんですか。ああ、なんかやっぱりそういうレベルのしょうもないなんか遊びとかがあるじゃないですか、うんね、うん、やっぱちょうどこの中高校生ぐらいってちょっと生きちゃうんで、うん、バカだなって思いながらでもこうしてる今も何年か前にそういや連れと一緒にどこどこ行ってなんかしたな、あの動画あいつ消してくれてるかなってドキドキしてるやつ絶対おるよね。そうです、ね、そうです、だからこれ犬塚先生だからなんか我々がこういうふうにやったらいけませんよ、すごいことになりますよって言い続けるしかないってことなんですかね。そうですよね、一定以上も疑い始めたらキリがないですからね、もう線路に置き石をしないために全ての線路をこう鉄条紙にまとめるということもできませんから、最後は道徳の世界なので、もうこれは訴え続けるしかないですよね。イグジット兼近、強盗事件めぐる報道に言及。全国各地で相次ぐ強盗事件でルフィと名乗る人物の可能性があり、現在フィリピンの入管施設に収容されている日本人4人の送還の時期に注目が集まっています。4人は現在女性に対する暴力などで告訴されていますが、告訴したのはガールフレンドで収容所にいる容疑者と定期的に面会している、告訴は虚偽のものだという印象を持っていると、フィリピン当局はいずれも強制送還を免れるための虚偽告訴の可能性があると指摘。今村磨人、藤田聖也両容疑者の事件については棄却されるなどしたため送還のめどがついています。一方、渡辺優樹と小島智信両容疑者に対する告訴事案の審理が2日首都マニラの家庭裁判所で開かれましたが、結論は出ず、2人の審理は6日に改めて行われる予定で、レムリア法相は来週前半に4人一斉に送還できるかもしれないと期待を示しました。こうした中、フィリピンの司法省は収容所の職員らが4人から賄賂を受け取ってスマートフォンの使用を認めるなど便宜を図っていたとして収容所のトップを更迭、職員36人を交代させました。さあ、こちらのニュース、ゲストをお呼びしました、犯罪ジャーナリストの石原幸男さんです。おはようございます、よろしくお願いします。お願いします、こちらのニュースも連日やっているんですけれども、日本でそういう、まあ、特殊詐欺事件やってて捕まったらいけないということで海外にいる、はいはい、でつまりフィリピンが選ばれてフィリピンの収容所から指示出してるってことなんですもんね。そうですね、特殊詐欺時代っていうのは後半、例えば2018年19年20年っていうのは拠点を、かけ子の拠点を海外に、例えばパタヤでもう大規模な日本人のグループも摘発されてますし、また19年にはこの今村容疑者の関係のフィリピンでも逮捕されてますし、それは要するにその
テレグラムという、まあ、秘匿性の高いアプリを使って遠隔操作できるわけですね。それってでもあんま良くないって言ってるね。あれロシア製のテレグラムで、はい、時間が経てば消えちゃう、はい、そういう設定もできて、例えば1分後に消える、5分後に消える。でもそれって絶対なんか悪いものに以外に使うことってあります？本来はですね、まあ、ロシアのような、まあ、プーチン独裁者と言っていいと思うんですけれど、独裁者からこう政治的に圧力かけられているような、まあ、パルチザンたちが、うんうん、こう自分たちがいかに逮捕されずにその反政府運動をするかっていうために開発されたとは言われているんですけれど、日本では例えば私もいろんなこう覆面取材をしているんですけど、基本的にテレグラムでじゃあ話しましょう。使ってるんや。ね、だからこれ不倫で使ってるやつもおるよね。そうなんですよ、はい、そうなんです、まさにおっしゃるとおり。そうですね、なんか浜田もそんなこと言うてくれないですけど、テレグラムって単語聞いたことないです。浜田さんやり取り残してないのなんでそこだけ残っちゃうの。めっちゃアホやん、口頭で。口頭で。いやでも本当犯罪の匂いしかしないんですけど、それってもう日本ではまあ裏社会御用達アプリっていうのがまあ現実の現実問題はそういうふうに使われている、はい、ただ今回の事件に関しては、はい、警察が解析できるようになってきてるんで、もしかしたらまあ真相解明これ近づく。これ犬塚先生、はい、今後容疑者が日本に送還されると思うんですけど、はいはい、それ立件するのなんか証拠とか、はい、なんか難しくないんですか。はい、まあ、ただおっしゃる通りだんだんとこう通信のですねプロセスがはっきりとしていれば、大体こう指示の内容がありますから、もうどんな行動が起きたか自体ははっきりしていますので、その指示系統がはっきりすれば立件はもう可能だと思います。可能ですか。今回そのフィリピンは日本に対してすごくこう協力的だったからまだ話が進みますけど、これそうじゃない国でのこういうことが起こった時は本当に厄介ですよね。そうです ね。さらにもう一つでございますけれども、吉本興業の後輩芸人でございますけど、 EXIT の兼近さんでございますけど、一部報道された強盗事件の指示役とされるルフィとの関わりについて説明があったんですよね、長谷川さん。そうですね、うん、兼近さんはまずツイッターでもう一つ一つに丁寧に返信をし、うん、その後、YouTube で自分の番組で1時間半にわたって質問に丁寧に答えました。でさらにはネット番組に出て、この時は相方の凛太郎さんも一緒だったんですけれども、うん、改めて謝罪と説明をして、うん、で、まあ、過去に蓋をするつもりはなくて、うん、これからの生き方をコンビとして、示していきたいというような発言もされています。2012年北海道札幌での窃盗事件で逮捕、その後不起訴、一緒に逮捕されたのが渡辺容疑者だと一部で報道ということですけれども、淳さん、はい、この対応とかはどう思われますか。まあ、兼近自身が昔その今の容疑者の人との接点があったってことは認めてるし、うん、だからといってそっからの10年は、うん、もうそれぞれの生き方を、うん、兼近は兼近の生きる道、うん、でその渡辺容疑者は渡辺容疑者がこう悪い方向に、うん、だから全く僕は今の事件とは無関係だと思う、うん、だけど過去に接点があるってことは本人も認めてるし、うん、その接点があったこともちゃんと自分が背負って、うん、だから何かそのことで言われることもちゃんと受け止めますと言ってる兼近のこう今 その行動で示す、うん、これから行動で示していくっていうのは僕はちゃんと見守りたいなと思います。で見守るっていうと擁護してるっていう人いるんですけど、うん、見守るは別に擁護でもなくて、うん、兼近がこの先なんか悪いことしたらそれは悪いってその場で言えると思うんですけど、うんうんうん、見守るっていうのはもう兼近にこれからの人生どう生きるのかっていうのを僕はもう客観的に見ていきたいなっていうと思います、うん、応援もしたいと思いますけど、はい、松本さんいかがですか。うん、だから俺もこの辺に関してちょっと兼近側がからのなんか意見みたいなことを言っちゃうとまたかばってるよって言われるんですけどね、うんうんうん、いやかばってるんじゃなくて、うん、そうですね、10年以上前に関係断ち切ったやつがその先どんな犯罪を犯そうが知るかよって話なんですけどね、うんうんうん、なので、うん、まあ、ちょっと彼を責めてる人に聞きたいのはじゃあ兼近どうすればよかったのか、うんうん、不可避じゃんかこれってって、うんうん、思うんですよね、うん、だから
そうやな、そういうクレームつけてる人たちにスポンサーとかテレビ局は惑わされないでほしいなって思いますね、うんうん、じゃないと逆にそっち側の秩序がもうむちゃくちゃやろって思います、うん、だって例えば今高校生ぐらいでちょっとやんちゃしちゃってなんかそういうことがあった、うん、でもなんかお笑いに興味があってね、お笑い芸人になりたいっていう子がこれを聞いた時に、うん、え、じゃあお笑い芸人で変に売れたらこんなこともまた言われんのかって思うとやる気なくなるよね、うん、僕十数年前に警察官あの府警の方にクソババって言って炎上して謹慎になったんですけど、うん、そうなんですよ、それをこう自分で生配信してて、うん、はいはい、その府警に対してババっていうのがそのまま流れちゃって僕1週間ぐらいあの謹慎になったんですけど、うんうんうん、その時の僕じゃないですよね、もう今はね、そうです、十数年前、うん、だけど十数年前に言ったっていう事実はちゃんといつも反省しようとは思うんですけど、うんうんうん、やっぱ人って変わるじゃないですか、うんうん、今僕ババアって言わないですもん ね、 そうよね、俺もあのしょうもない差し入れから変わってるから早く25分後オープニングの俺とはもう違うから、ね、ここでこすってるってことはまだ反省しきってないなんか柴田さんがあんまり俺の目を見てくれないそんなことないですけどねはい、わかりました。 TKO がコンビで再出発。スタジオで投資トラブルと今後に、去年7月に投資トラブルを報じられた TKO 木本武宏さんがおよそ半年経った先月23日都内で会見を開きました。誤解招きますが、恨みとかそういうような感情が芽生えましたけど、いや違うと思って、もうそれも全部も自分が招いたことなんだっていうところに今はもう心の底から思ってるので。木本さんは知人たちに勧める形で FX トレーダー A 氏と不動産投資を持ちかけてきた B 氏に合計およそ6億7千万円を投資。しかし2人と連絡がつかなくなりトラブルに発展。一部は返金されたものの、およそ4億5000万円が宙に浮いた状態だったといいます。年齢的にもいよいよその50代が近づいてきたっていう時期に入った時に、正直仕事に対してこれから先大丈夫かっていう不安がありました。家庭内で口にしていたのが、収入の柱をもう一つなんとか作らないとこの先怖いよなっていうようなことを、まあ、よく一人で言ってたんですけど、おいしい話なんてこの世にないっていうのは本当にそうだと今思ってます。そして会見終盤にはこの騒動で真っ先に声をかけてくれたという相方木下隆之さんが登場。もう一人の問題児の方ですようやく TKO として、不祥事コンビではございますが、二人でゆっくり話して次何しようあれしようというのを間違いない選択を選んでいって頑張っていきたいと思いますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。お願いします。さあこちらのニュースですけれども、うん、ご本人お呼びしました、うん、TKO さん来ていただきました、改めてよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さんはだから、会うのは本当久しぶりですか。うん、まあそうですね、うん、特にこうやってツーショットを見るのは本当に何年ぶりだろうか、はい、2人でテレビ出るっていうのは3年ぶりぐらいということですけど、はい、淳さん、先週ワイドナショーも、でこのニュースも取り上げて、はい、でいろいろフラットに聞きたいということなので、木本さんにまず簡単にちょっと、説明の方をお願いしますということですけれども、はい、はい、そのまあトレードっていうのを覚えたくて、それを教えてくれる若者を紹介してもらいまして、うん、で、まあ、数ヶ月、うん、彼にいろいろアドバイスを受けている中で、まあ、ちょっとお金を預けて、トレードしてよっていうふうなことから始まりました、うんうん、まあ、普段からその2017年ぐらいに仮想通貨に興味を持って、うん、で仮想通貨に興味を持っている、まあ、仲間みたいなのができて、よく集まってはそういう情報交換とか、うん、こんな話あんでとかっていう、まあ、仲間ができ、でそこで僕がその、まあ、トレード FX にこうやってお金預けてんっていう話をした時に、まあ、僕が興味持たせる言い方を絶対してるんですよね、うん、でやりたい
っていう風になって、あ、じゃあやろうかってなって、こういうトレーダーやねみたいな紹介して、じゃあやるやるって言ってみんながお金を預けたんですけど、10人でそれ1億7000万ってことですか。はい、そうですね。はい、で、まあ、そのうちになんとなくちょっと僕が勝手に、ちょっと心配かなと思ってきたから、うん、まあ、儲けが出てねえたら先にちょっとお金、引き上げさせてくれへんかなみたいなことで6000万円ぐらいは手元に戻ってきました、うん、はい、でその後にその彼と連絡が取れなくなるっていうことになってしまいまして、うん、で、どうしようって言ってる時に、実はその FX のトレーダーを A とします、うん、で、A と連絡が取れなくなってどうしようってみんなで言ってた時に、その10年来の、まあ、知人が B とします、うん、が実は僕も A にお金預けてトレードしてもらってて自分も被害やってるんですよっていうことが分かりまして、うん、あ、そうなんってなって、実は彼はその不動産投資ですごく成功してるんだっていう話は本人からも仲間からもよく耳には入ってたんですけど、まあ大変なことになったからとりあえずちょっと僕の方のやつで木本さん固くお金増やして損失を戻しませんかって言われたので、ちょっと藁にもすがる思いで、うんうん、まあ、10年来の関係っていうのもあったんで信じてしまって、じゃあやるわっていう話をして、まあちょっとなけなしのその時お金なかったんですけども、とにかくこれでお願いっていうふうに預けました。何人で預けたんですか。僕入れて合計4人、4人でがその不動産の方にお金を預けました。いくらぐらい預けたんですか。まあちょっと取ってこう出された方もその中にいらっしゃって、結果的に約5億円っていうところ、はい、預けました。でそれでまあ、予定されてた期日に、まあ、お金が入らず、それが伸びて伸びて最終的に連絡がつかなくなって、さあどうしようっていう B という方が連絡が取れなくなった。取れなくなりました。ただその期日が伸びている時に、まだ進んでないのでこの案件が、うん、待ってくださいだったんで、進んでないやったらもうお金戻してっていう話して、で1億6000万円は先に戻ってきてたんですよ、うんうんうん、で結果的に4億5000万円が宙に浮いたまま、どうしようっていう状態になりました、うん、で現在はこれが外に漏れるのが怖いっていうのがあったから、うん、とにかく俺責任取って先に返すわっていう FX の仲間たちに自分の渡せる分は渡して、売れるもんは売ってお金で渡して、で協力していただく方もいらっしゃったりして、 FX の方は騒動の時にはもう終わってたんですけど、あと不動産の方はまあ自己責任だからってこんな僕におっしゃってくださる方もいたりして、まあそれでちょっと和解というかそういう形になったりして、額がちょっと減ったりして今1億5000万円っていう状況で、でそれが全部整理ついたんで会見になったって、で少し時間がかかったってことでいいんですか。はい、そうですね。で淳さんここまで聞いてていかがですか。すごいお金の流れの経緯は理解できたんですけど、うん、僕がやっぱ一番気になっているのは被害者なのか加害者なのかってところでいくと、うん、木本さんはこの最初の10人をまとめたっていうところがあるじゃないですか、うん、でもこの10人って基本的にはこのFX トレーダーの A 氏と個人的にこうの契約になると思うんですけど、うん、はい、それだったらみんなが FXA 氏に向かっていや騙したじゃないかって言っていいと思うんですけど、木本さんがこう間に入っているから木本さんはどういう立ち位置なのかな。一回その10人のことをまとめた人になってるってことなんですか。まあ、そのトレーダーの子と直接会ってもらって実際に話を聞いて、やってっていうふうには言ってたんで、うん、でそれでスタートした人もいるんですけど、中にはもうそんな会わなくていいからもう木本に預けとくからもうそれでやってよっていう人も中にはいらっしゃったんで、そこちょっとこう、混ざってるっていう感じなんですね。だからこれは犬塚弁護士、被害者加害者っていうところなんですけれども、はい、まあ、木本さん自身はある種投資に失敗したという部分で、まあ、その投資先のことが本当に運用してたのかというものは、まあ、今後もおそらく問題になってくるんだろうとは思います。で、まあ、紹介した部分については、まあ、まあ紹介責任みたいなものはあるんだとは思いますけど、まあ、それを加害者というかどうかはちょっとまだちょっとはっきりとは言い切れないところというところ。紹介責任、松本さんここまで聞いていかがですか。いやだからなんか3年ぐらい前に品川駅で木本と会った時に木本がパーッと俺のところ走ってきたんで、はい、
あれ多分投資の話したかったのかな。いや挨拶やで。それは違います。はい、挨拶やな。はい、挨拶。そんな急いで来たらもう怪しいんですけどね。走ってきて投資の話するのはもう末期中の末期でしょ。ちょっとあと木下がえらい勢いで楽屋入ってきたから、あれペットボトル投げに来たんですよ。何のことですか。先輩先輩何のことですか。おかしいでしょ。ペットボトルはペットボトル。あ、そうか。あの件謝ってますから。松岡さん、こういう、まあ、ニュースでは聞いてると思いますけれども、はい、実際にご本人の口からこう説明がありましたけど、なんか感想としていいか。いや、僕すみません、あの同い年なんですけど、うん、なんかあの同世代なんで、その、まあ、芸歴も長くなって、うん、まあ、時代が変わる中 で自分の今後の家族の今後の未来を考えらっしゃったっていうのもすごくわかるんですけど。うんうん、いや単純に木本さんこれなんか悪いことしはったんですかって僕はちょっと思ってるんですよ、うん、失敗はしてるし、うんうんうん、下手こいたっていうのは分かるんですよ、うん、でそんなん多分、まあ、大なり小なり別ですけど、いろんな失敗ってみんなあると思うし、迷惑かけた仲間内はいると思うんですけど、うん、でも世の中に対してなんかそんな謝ることがあるのかな。ちょっともしこれがあの A 氏 B 氏が詐欺やったとしたら、うんうん、その犯罪を幇助したっていうことになって、また新たなことになるかもしれないですけど、でも基本的にそうじゃないわけじゃないですか。その詐欺だ、うん、詐欺だったとしても詐欺だとは思ってないし、もちろんです、もちろんです、詐欺じゃないかもしれないし、はい、あと俺の会見で一つ言いたいのは、はい、まあ、木本が喋って後からの木下が出てくるという、はい、あの二部構成は腹立ったかな。あの二部構成はなんか腹立った。今も言い返す力もない。いやいや、あの、いやいや、言い返せ。思ってること。いやいや、あのあれは絶対に大事な。大事よ、ね。はい、あれは木下が最初におったらちょっとね、はい、ブレるし。もうブレるし、なんでおんねんっていう。まず木本が説明して、はい、全部終わってから。終わってから、だから今もなんでおんねんにはなってます、ぶっちゃけ。まあまあそうか、これはコンビでやっていきますよっていう一つのね。そうです。別日じゃダメだったんですかね。そうですよ。あれはいないとダメですね。いや、なんかごちゃごちゃなったのよね、あれで。はい、結局コンビで、なんか高額な値段でペットボトルを売ったんかな、みたいな。混ざりすぎです。ごちゃごちゃになってない。1億5000万本違います。ペットボトル関係ないですから。関係ないですか。もう全く関係ない。あの木本さん、はい、多少笑ってもいいと思いますよ。木本さん、いや、木本さんのね、そのね、あの、あ、木本さんもそうなんですけど、二人のその顔がね、どうもふざけてるように、僕は全然何を言ってるんですよ。木下さん特に、特に謝罪しすぎて、なんかスイッチみたいなのがもう作られてるから、もう意味がすぐ顔作るんですよ。スイッチの意味がわからない。顔作ってるよね。はっ、ほら、もう作ってるよ。だからよくないんですよ。いや、本気で気持ちで来た。やっぱり、まあ、僕不祥事起こしまして、はい、でその前にちょっとね、まあ、広島暴力事件といいますか、はい、ありまして、はい、なんかどう考えてもやっぱりそういうコンビって今までいなかった。そんな問題起こしたコンビって、うん、コンビ同士でね、はい、いなかった。もちろんそれはすごく恥ずかしいことですし、だからなんか僕だけで出て、その木下が何もない人っていう感じで控えてるっていうのも違うやろっていうような、まあ、意見もあり、なんか一回ちょっと2人でちゃんと公の場で出て頭下げたいっていう気持ちがあったんですけど、まあ、確かに二部構成って言われたらちょっと恥ずかしいんですけど。いや、恥ずかしい。腹立つなと思う。ああいう形が精一杯やったって感じですね。でこれからは二人でやっていくっていうことですよね。芸能活動も再開するっていうことで、はい、っていうところ頑張っていきたい。まあ、僕はとにもかくにも本当に TKO のコントが大好き で本当にキングオブコントも本当優勝が手にかかりそうなぐらいまで来たコンビなので、うん、はい、いや、まあ2人がコントをやってくれるのはこれからも見ていきたいなと思うんですよね。もうそれにつきますね。もうコントとのライブをやっていこうっていう話が、一応トークライブはやりますけど、コントライブも今後十分か、はい、考えてるわけでしょ、はいはい、もう今年は47都道府県ツアーで回ろうと思っております。はい、もうボケなのか。いやいや、本当です本当です。本当に回るつもりなんですけど、おとつい決めたばっかりなんで、もう言うんやっていう。何にも具体的なこと決まって。情報解禁が早い。はい。プレスかかってるんですよね。木下さんも早くやりたいと。
もう一回もう地に足 つけてさやろうじゃん。はい、はい、もちろん。ちょっとだからご本人も一生懸命説明したのが、ちょっとこう淳さんもおっしゃってましたけど、うん、なんかすごいきっちりと言語化謝罪あの会見の時に、うん、だいぶ練習はされたのかなと思ったんですけど、ああいうのもね、ああいうのよくないね、はい、なんかつら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 綺麗に説明できるからこいつやっとんなって思う。あ、それはもうそれもちょっとそうです、なんかもうちょっとたどたどしくてもいいのにっていう、今までで僕一番流暢なあの会見だったなと思って。そうです、あのまずあのとにかく伝え漏れがあったらダメ、うん、いやまあちゃきっちりしいやからな、うん、で複雑な話なんでちゃんとあの伝わりたい、うん、伝えたいっていうのがあったから、その頭の中でもちろん整理はもう何回もしました、うん、であとはいろんな人に説明してきたんですね、うん、なので、うん、どんどんこう上手くなってブラッシュアップ、話がちょっとこうまとまっていったまとまってきたんです。なるほど、まとまっていったっていうの仕上がってきた、仕上がっちゃった仕上がっ、そうですね、はい、でその後にまた聞き直したから二部構成で出てきた。島田さんどうですか聞いてて。そう、あの本当になんでそんなものに手を出したのと思ったんだけど、うん、でも自分もね、あの連載が終わってしまった時にもう仕事がなくなった時に貯金はあるんだけどものすごく怖くなって、やっぱりこの貯金を増やすにはとか株はとかもすごい頭よぎったんですよ。でもそんな時に松本さんを六本木一丁目で見て、でこの人の番組に出たら私なんか画家個展やろうと思って、それで今画家になって絵が売れるようになって、また自分の作品でお金を稼ぐという喜びを得て、すごい恩義を感じてるんですけど、今日はまあこのありさまなんです。だから指差しながらこのありさまなんです。気持ちがね伝わらなかった。このありさまなんですよ。あのだからやっぱりお金を増やそうよりも自分の一芸とか作品とかでお金を増やしていきましょう。はい。うん、頑張りましょう。はい。すみません。あと事務所はどう。とりあえず2人でホームページ、フリー、はい、はいはい、フリーで立ち上げたんで、ホームページでお仕事くださいっていう感じです。松竹芸能さんに戻るとかそういう声とかはご自身で木下さん、あ木本さんは松竹も辞めさせてくださいと、対象ってはい、木下さんはあもう、はい、やめてくださいともう一回、木本さんはあの辞めさせてくださいって言いました、はい、木下さんやめてくださいとじゃあ戻れないよ戻れない、戻れない、ここからこれからですね、はい、いやいやいや、あなたが呼ぶべきじゃないですよ。あずしの事務所を株式会社のどうですかとかどうですか、はい、でもプレッシャーのかからない仕事しかうちはやらないんですけどそっかそっか、はい、でまあまあその反省してるのも十分伝わりましたけど、まあ、今後はテレビ出るときはまあ楽しくね、だから前の TKO で出てほしいなとは僕は思うんで、はい、うん、とにかく僕例えばこれいいでって言って使っみんなが使ったらすごいって言われて喜びを感じる人間だったんです、うんうん、ですごいって言われたいって思うようになっていって、うんうん、でもそれってお笑いの仕事ですごいってきっとみんなに思ってもらってたら、うん、そういうことしなかったのかなと思って、もう一回だからお笑いですごいって思ってもらえるように本当に頑張ろうと思いますので、ちゃんとあの地に足つけて、うん、あのコントから頑張っていきたいと思います。はい、ザ・セカンドとかはまあ漫才の大会ですけど、なんか入り口だけちょっと変えたりするとなんかね、なんかもしねできるならば一旦47都道府県一回回ってみて。断るんですね、わかりました。断るんではないんですよ。完全に断られました。いやいやいや違う違う、あのいや どういうつもりなの松本さんの何考えてみますとか頑張れるもんなら頑張らせていただきますって済むやんか。社交辞令でもいいし。いやでも僕気持ちわかるんですけど、ああいう、 こう問題を起こすと亮さんもそうですけど、うん、もうこれ以上嘘つきたくないってなるんで、なるほど、多分正直な今の気持ちを多分語られた中途半端ができないよ、はい、中途半端ができない、もう本当にあのその気持ちはね、はい、きっともちろん出たいですけど今回は一旦見送らせていただきたい。なんでですか。いやまあやっぱブランクもありますし、二人のやっぱここからこうやっていきたい、一からやる。じゃあ見てる方から家の近所に TKO さん来るから、うん、ぜひぜひちょっと会場に足運んで、はい、面白いコント見せるっていうことで、はい、頑張ります。どっから始めんやろう、うん、
質問ありました。どっから始めるんやろ。大阪です。大阪です。やっぱりもう僕らの出身地の大阪です。一人で決めて大丈夫。驚いてますけど。大阪頑張れ。待って、もっとちゃんと話し合おう。ちゃんと話し合おう。大丈夫。疎通できてない。大阪から行きます。おとつい決まったことなんで。そうやな、はい、おとついなんで。47はちゃんと回れるんですか。本当回れる。あ、もちろん。昔お遍路さん回りするって言って電動機付き自転車で回って途中でやめたっていう疑惑があったけど、ほんま良くないじゃん。ちょっといろんな疑惑があるから、俺ほんまこう反省してんのかって多々があって、やっぱ謝り慣れすぎてて、松本さんに見てほしい、あの木下の YouTube があって、木本さんがこの騒動になって相方が急遽すいませんっていう謝罪の動画がある、動画があるんですけど、あの映ってないんですけど変な音ずっと聞こえてるんですよ。何かなと思ったら飼ってるフレンチブルドッグがいびきかいてるんですよ。なんでこれ問い直せへんの。この度はうちの相方木本やかんな。いやもうこれダメでしょ。いやもうそれはやっぱりもう1回ですよ、謝罪なんて。2回目のその犬がいないバージョンはないです。もう今のかかってるこの気持ちが全てやと思ったんで、取り直しはなしです。帰ってください。はボロボロや。帰ってください。帰ってください。今回終わり方終わりです。 TKO さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。白手手長ザル謎の出産から2年、ついに父親単独飼育の手長ザルが謎の出産、ついに父親が判明ということなんですけど、この番組でも過去2回このニュースを取り上げております。この番組ぐらいですよね。ずっと放置してますから。そうです。いつか答えが出るのか。今日はもうこれファイナルですか、ね、ファイナルですね。今日これファイナルです、はいはい。父親は一体誰だったのか、今回もうはっきりしました。でこのニュースを誰よりも気にしていたあの方にこの結果を伝えに行ってきたそうでございます、はい。さあそれでは VTR ご覧ください。始まりは2年前、長崎県森きららで飼育されている白手手長ザルのモモ。檻の中に1頭で飼育されていたはずのモモが突然出産。赤ちゃんの父親は誰なのか、各メディアで大きく取り上げられました。モモが暮らす部屋には隣接する3つの部屋にオスザルがいるものの、その間には厳重な仕切りがあり行き来が不可能。しかし可能性としては獣舎の隙間で交尾した可能性があるかなと思います。実はテナガザルの生殖器自体を見たことはないんですけれども、噂によると、まあ、人間の小指ぐらいのサイズではないかと言われています。そこでワイドナショーでも3つの可能性を調査。1つ目は1の部屋との間にある二重になった1センチ角の金網。2つ目は2の部屋との間にある老朽化によってできたギザギザの穴。そして一番可能性が高いとされていたのが3の部屋との間にあったこのパンチングボード。穴の直径は9ミリ。他の獣舎の柵との隙間よりも、これ自体薄さが4ミリしかないので、まあ、お互いこう協力して押し付けあったりとかしてできる可能性があるのかもしれない。2年前は父親が伊藤の可能性が高いとの結論に。しかしいやまだちょっと何とも言い難いもんがありますね。伊藤君のものを見ないとね。誰も見てないですからね。確かに。いやこれは俺でも難しいと思うよ。この3択っていうのはワイドナショーとスタッフさんが作った3択ですよね。そうです。僕4つ目あるんじゃないかなと思って、鍵の閉め忘れがあるんじゃないかなと思って人為的にまさかのイージーミス。やっぱり自分のミスってやっぱ自分で言いづらいから。犯人は園長。園長犯人。いや犯人やな。犯人だと、いろんな憶測が飛び交う中、この人は
私第一報からずっと追っかけてました。だから本当になんかすごい気にしてどう思いました、今の VTR 見て。まあ、私はあのギザギザの方だと思ったんですけど2番ですね。誰よりもこのニュースに興味を持っていたのが女優寺島しのぶ。続報を取り上げた時も、あれから8ヶ月今のところ父親は判断できないという現在の状況、今回もわからなかった。はい、局長、これ探偵ならクソやな。今年 DNA 鑑定を行うんで今年中に分かります。今年中にこれ年内ってことですか。年内。ももの赤ちゃん出産からおよそ2年、ついに赤ちゃんの父親が判明。専門機関へ依頼し遺伝子学的調査を行ったところ、父親はアジルテナガザルの伊藤であることが確定。ってことは伊藤、父親は当初の動物園の予想通り伊藤でした。伊藤。2年越しに解明された出産の謎、この結果を誰よりも気になっていた寺島さんに報告。父親が判明したということでお伝えしに来ました。伊藤でしょ。すごい。あれ知ってました。興味あるからもういろんなチャンネルにアンテナ張ってるから。すごいな。すごいな。ゴゴスマすごい見ちゃった。ゴゴスマでもやってた。父親が伊藤だったことに寺島さんは、その結果を聞いた時に本当にこう切なくなっちゃった、ね、なんでパンチ越しにしなきゃいけなかったんだろうっていう。伊藤さんはすごい年取ってんだよね。そうです。高齢でしょ。普通にこういう伊藤ちゃんとかみんなも自然に放たれてたら当たり前のように子孫ができて家族という形を作っていくのに、やっぱり一人で寂しかったんだと思うんですよね。でもう何かしらの形として自分の子孫を残したいっていう情熱と情念で奇跡が起きたの。その曲いる。そんな寺島さんがずっと気になっていたことを動物園の園長に直接リモート取材。パンチの穴が9ミリ、はい、その猿の性器が3センチから7センチって言って、はい、ストローを刺してたら楽勝に通ってたんですよ、はい、本当にあるからや、ね、なってるんだもんね。そうですね、あの親子の判定をしていただいたあの専門家の方にもパンチングボードを1回見てもらったんですけれど、あの不可能ではないという見解をいただいてましたので、可能性はもうそこしかないかなと思ってます。やっぱり三笘の3ミリじゃないけど、やっぱりこう決して諦めなければ、だ伊藤ちゃんの7ミリだって私はもう本当に思ったんですよ。だってすごい努力だなと思って。伊藤くんだけじゃ多分どうしようもないので、そのももの方も自ら言うと人って言ってる、まあそうね、じゃないかなとは思ってます。だっていっぱい穴開いてますもんね。そうですね、はい、でしょ。だそこに向かってモモもちゃんと行くってことは愛がなきゃできないよ。絶対に一発で仕留めたっていう感じではないと思うし、だからその情熱ですよ。今日はこの穴でとか今日はめちゃくちゃ困ってるやん。こんなミラクルないですよ。松本さん久しぶりです。伊藤の7ミリでした。やっぱり諦めちゃいけないと思いました。私もまたどこかでコメントお願いします。悲しげな BGM は絶対違うと思う。悲しげっていうか感動的な感じ。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。っていうところですし、淳さんいかがですか、こういう結論2年越し。いやその寺島さん の、はい、そのね、伊藤への思いを聞いてたら、うん、確かにそういう考察もあるのかと、うん、こう胸が熱くなりかけたんですけど、
途中ちょっと、うん、あの聞く耳がちょっと最後の最後まではちょっと聞けなかったなと思うんです。すごい熱い思いですから。熱い思いです。このニュースにだけすごいアンテナ張ってるってことですから松岡さんいかがですか。いやあの小猿を見ると伊藤にやっぱりそっくりなんでなんかちゃんと遺伝子は遺伝子があの受け継がれてるやついる、はい、そうですよね、うん、でもちゃんとこの小猿にも言ってあげてほしいよ ね、 こううねパパとママはここでこうしたんだよっていう行為のことは別にいいんだったよっていう。伊藤自身はもう自分の子供だっていう認識があんのかな、どうなんかなっていう、そこもちょっと不思議なんですけど。前園さん、2年間このニュースを追っかけましたけどこういう結論だったっていうことですけど、はい、でもあの無事分かってよかったなっていうことと、うん、まあ、2人がその恋愛関係であったならば、うんうん、まあ、壁がある方がこう燃え上がるというか逆に言うとその何言ってんだ、なんて壁があるからこそもっと盛り上がっていくっていう恋愛はそういう部分もあるんで、ある意味、うん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 、そうだったのかなっていうふうに、まあ、やっぱ一人ぼっちでずっといてたから寂しかったっていうのもしかしたらあるかもわかりませんけど、はい、これを機に家族一緒にっていう風な流れにはなんか赤ちゃんが離乳できたら同居する練習を始めるということですよ、うん、親子3匹で展示もできたらいいなって、ね、親子3匹で展示すると言ったらこのニュース知って動物園行った時に、はあはあ、その家族で楽しく暮らしてるなって、うん、喜ばれるといいじゃないですか。でもお父さん伊藤君はもう網越しじゃないと興奮しない可能性もあるいや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 、だから一緒にするけどこの網だけは置いといてあげたらこれ一応使うパターンもある。そっちばっかりお客さんがそっちばっかり見るから、はい、そっちばっかり見るからそれも衝撃的ですよね。それも意味が分からず、佐々木さん、はい、かぶしてる場合はないんですよ。誰か止めないとなんでかぶすんですかお願いします。松本人志が仕掛ける新たな試み、その内容とは。お時間来ました。柴田さん、本番の中でおしゃべりしましたけど、その絵を描くようになってきた漫画から絵画の方ですか。はい、おかげさまで。それきっかけは松本さんとかワイドナショーに出演っていうのがあるんですか。あ、本当に。でも松本前もあの松本って言ってるけなしからですよ。呼び捨てになっていいじゃん。それはもう仕方ないですよね。本当松本さんを偶然見た時になんかこう降りてきたように、個展を開こうということで絵を描き始めたら、あのおかげさまで完売するようになって、ちゃんとした美術雑誌でも完売作家で紹介していただけるようになりました。はい、で松本さんの方も、うん、この松本人志中身展というのが4月29日から5月5日あるんですけど、うん、これもだからその絵に関する絵画に関する個展だと聞いてるんですけど、いやなんか VTR があるみたいなんで。はい、わかりました。ちょっと短い、いやもう全然手長猿よりめっちゃ短いからいやそうですね、さっきの尺長猿よりめちゃくちゃ尺長猿です。ご覧ください、どうぞ。1月、松本さんが新たな試みをやられるって聞いて。いやそれほど全然大したもんじゃないのよ。ちょっとみんなに機会があったら見てもらいたいなというのが、俺の今までやってきたこととは全然違うことであったので、ちょっと見てもらおうかなっていう。松本人志が新たに始めるプロジェクト、その内容とは。7、8年になるのかな。ある時にこう自分の中でこういう油絵とかが好きなんやけども、でも自分で描くのには何日もかけて、年にじゃあ何枚描けんねんとたかだか知れてて、そしたら自分の頭の中でアイデアだけデッサンだけしたら、あとは美大生みたいな人に頼んで描いてもらったら量産できんちゃうかっていうのが、それ別に何の番組でやるつもりも何もなかったんやけど、趣味でやってたのよ。やってたってうん、でなんか知り合いに美大生の人何人か紹介してもらって、で吉本の本社の部屋をちょっと間借りして、でたまに俺行ってこんななんか書いたりして、で俺がポケットマネー払ってたのよ趣味でやってたから。頭の中に浮かんだアイディアを原画として描き、それを美大生らが作品として仕上げていく。10年ほど前に松本は
完全プライベートでおよそ10点の絵画を完成させていました。今回はどういったことをやられようとしてるんですか。今回だから過去にあったものをプラスまたちょっと新たなものを作って、なんかちょっとまあ古典っていうとあまりにもあれなんやけど。そう、この度松本人志が手掛ける絵画の展覧会が決定、うんうん、その名も松本人志中見展。中見展、なんか油絵ってちょっと緊張感がある、あると俺は勝手に思ってて、自分のなんかこう発想と緊張感の油絵とでなんか緩和が生まれ、なんかあんまり見たことない作品が、うん、できるんじゃないだろうかという、松本人志が手掛ける展覧会、一体どんな作品が飾られるのか、その一部をご紹介。これは松本が描いた原画、多くの丸と中央に生き物のようなものが描かれています。この原画をもとにした完成品がこちら。果たしてこの作品に込められた意味とは。このあんま解説するもんでもないんやけど、非常に悲しげな狼が遠吠えをするんやけども、どこを対象にしていいかわからないという非常に悲しい、本当にロンリーウルフということですけどね。さらにこんな作品も。いや、なんもないのよ、単純にいろんな花を描いたら面白いなと思って、なんかふっと気づいたらこれって花柄やんと思って、なんかそれなんかしょうもない落ち着いたのって嫌やなと俺は思ってるけどこれでもまだ完成ではないと思うのよ。途中なんですね。うん、多分松本人志の頭の中を覗き見できる松本人志中見展、今回は過去に制作したおよそ10点に加え5つの新作を展示予定。なんか俺の頭の中のあまり今まで人に見してこない部分であり、どっかで見せたいなという部分もあったから、その時はもやーんとしてたんやけど、そろそろほら俺ももう再来年ぐらいにこの世界辞めるじゃん笑うなら笑う、どうするか分かんないですよ。笑わないにしないと視聴者戸惑うまあそんなんもあって、なんかこの機会かなと、まあ、60手前にしてみたいなとこもちょっとありましたね。で今回はちょっと油絵に絞ったんですけど、まあ、なんか彫刻とかなんかまた全然違うもんもできたらやりたいなと勝手に思ってて、だからあと2年後に俺辞めるって言われてるから辞めた後になんかそんなことやってようかなって思ってるんですよ、天丼でも受けへんってなかなか開催期間はゴールデンウィークの4月29日から、会場はフジテレビ本社屋25階球体展望室8玉にて開催されます。詳細はワイドナショーで随時発表、続報をお待ちください。さあ、という企画が動き出したんですけど、松本さん直筆の原画と美大生らの絵画が両方セットで見られるっていうことなんですけれども、実は10年ほど前からそんな思いつきでなんとなく始めてた。そうですね、一番最初の思いつくは美大生と友達になりたかったっていうそうなんですか、選ぶっていうかどの美大生が何をどうとか、ね、紹介してもらって男の人女の人、まあ、5、6人ぐらいの人を、ままあ、毎回いる、でポケットマネーでちょっと、まあ、そうですそうです、まあ、個人的な趣味のことだからっていうところでやってたっていうことですから、うんうん、そうですね、まあ、今日は今回ごく一部紹介させてもらいましたけど、まあでも本当に好きな人だけちょろっと見に来ていただいたらもう全然ごく一部ってことはもっといろいろ作品としては全然あるよ、全然ある、え、もっとあるよね、全然、3、40あるから、そうなんですか、15点と言わず3、40みたいなって淳さん思いますよね。あ、ちょっとね、その放送コードに引っかかるようなものもあるんじゃないかな、いろいろ、だって俺の頭の中身なんや、あ、はいはいはい、あ、そう
いうこともある、まあだからちょっとフジテレビさんが協力していただいてそうですよね、ありがたいで、随時なんか新しい情報があったらこの番組でも紹介していきたいと思いますので、はい、まず松本人志中身店でございます、ぜひ皆さん、行ってください。淳さん、はい、久しぶりの松本さんとの共演でございましたけどもいかがでしたか。いや、あの冒頭から柴田さんの、ね、はい、差し入れを松本さんがディスられて、うん、頭の中のね今作品の話もあったんでその豆の絵を描いてもらって今日のね、はい、今日の豆の絵、あの豆が僕にはすごく魅力的に映ったんですけど松本さんにはあの豆がどういう風に映っていたのかっていう、そうですね、だって左手でそっと、ね、避けるって言ったんで、ね、今日柴田さんがいろんなコメントされてましたけど僕には鬼は外としか聞こえない僕はうちじゃなかったんですか、ずっと鬼は外だったんですか、スタジオから出ていけるという僕は打つと思うんでちょっとはい、また来てください。さあそれではお時間きました、また次回お会いしましょう、さようなら、ありがとうございました。